1892年にパリで行われたテアトル・オプティークの上映の様子。スクリーンに映されている作品は哀れなピエロである。テアトル・オプティークは1888年にフランスのシャルル・エミール・レーノーが開発した映画誕生以前の動画装置である。パーフォレーションがついた長い帯に連続的な動きを描いた絵をスクリーン上に投影することで動画を創出する装置で、 アニメーションの先駆けと考えられている。テアトル・オプティークの一般工業は、1892年10月から、パリのグレー・バンロー人形館で、光によるパントマイムと称して行われたが、19世紀末に誕生した映画の流星により、テアトル・オプティークは衰退し、1900年に工業は終了した。人物の連続的な動きを描いたの帯、コマとコマの間に、 パーフォレーションが一個ずつ開けられている。テアトルオプティークで使用する絵は背景と人物の絵が別々の素材に描かれている。背景はガラス板に描かれた固定画で人物のシルエットを目立たせるために少し地味な彩色が施された。人物は連続的な動きを分解したいとして丈夫な布製の帯にはめ込まれたゼラチンの小さな板に一コマずつ手彩色で描かれた。 1>, 1コマは66センチの正方形で人物のシルエットを浮き上がらせるため黒地に絵を描いた。この挿絵の帯のコマとコマの間には帯の送り出しと巻き取りを可能にするためのパーフォレーションが1個ずつ開けられている。テアトルオプティークの装置内には小さなピンのついた大きな輪があり、このピンがパーフォレーションに噛み合うことで挿絵の帯を動かした。帯は 巻き取り機を出た後、光源となる弦頭の修光レンズの前を通過し、もう一つの巻き取り機に巻かれた。弦頭の修光レンズの前で光に透過された帯の絵は、大きな輪の中心の回転軸にある鏡のプリズムに投射され、それがさらに一枚の鏡に反射した後、焦点レンズを経由して、可動鏡に反射し、スクリーン上に投影された。これと同時にもう一台の弦頭で、 背景画を投影し、背景と人物の絵を一つの画面に合成して、観客の前に映し出した。差し絵の帯は、手動で巻き取って動かした。そのため自在に手回しのスピードを変えて、絵の人物の動きを速くしたり、遅くしたりすることができた。また、巻き取り機を反対方向に回すことで、差し絵の帯を逆再生することも可能で、帯を前進させてから次に後退させることで、 ある人物の動きを反復させたりすることができた。さらにテアトル・オプティークは機械仕掛けによって効果音をつけることで音と映像を同期させることもできた。その方法は電磁石で作動する鉄の棒を必要なタイミングで叩くというものである。テアトル・オプティークの作品、哀れなピエロを上映した時にはアレル,ルカンがピエロを棍棒で殴りつけるシーンで、 この方法により正確なタイミングで打撃音をつけた。霊能が発明した投影式プラキシノスコープによる上映の様子。19世紀に入ると加減運動によって静止した絵を動いているように見せる四角玩具が次々と作られた。その代表的なものが1832年にジョゼフ・プラトーが発明したフェナキスティスコープと1834年に ウィリアム・ジョージ・ホーナーが発明したゾーイトロープである。これらの装置は連続的な動きを分解した絵を回転する装置のスリットから覗き見ることでその絵が動いて見えるという仕掛けだった。フランスのシャルル・エミール・レーノーはこうした四角玩具に興味を持ち1877年にゾーイトロープを改良したプラキシノスコープを発明した。この装置は二重のドラムからなり、 ゾーイトロープのスリットに代わるものとして、内側のドラムに鏡のプリズムを貼り付け、そこに外側のドラムの内側に貼り付けた絵が反射して見えるという仕組みで、よりスムーズでちらつきの少ない動く絵を見ることができた。19世紀半ばには動く絵をスクリーン上に投影して一度に多数の観客に見せる試みが行われた。それを実現した最初の試みは、 1853年にオーストリアの軍人フランツ・フォン・ウハティウスによって行われた。ウハティウスはフェナキスティスコープと言灯を結びつけて12枚の連続的な刺し絵を投影する投影式フェナキスティスコープを考案した。例のも1880年にプラキシノスコープに言灯を組み合わせた投影式プラキシノスコープを製作し、 感情に配列されたガラス板に描かれた12枚の挿絵をスクリーン上に投影した。しかし、これらの装置は投影できる挿絵の枚数に限界があり、数分間も続く、長い動く絵を投影することはできなかった。そこで霊能は長時間も動く絵を投影できる装置の開発に専念した。霊能は以前までのガラス板を使用せず、自転車のチェーンからヒントを得て、 パーフォレーション付きの長い挿絵の帯を巻き取る方法に改良した。人物と背景の絵を合成したり、鏡のプリズムを使用したりする方法は、プラキシノスコープの技術からとっている。この装置の機構のアイデアは1882年頃までに、大体は出来上がっていたが、その後装置を組み立てながら、部分的改良を施したりするのに時間をかけ、1888年に、 テアトルオプティークとして完成した。同年10月には最初に制作した差し絵の帯、一杯のビールを数人の友人の前で上映した。12月1日にはテアトルオプティークの特許を申請し、翌1889年1月14日にフランス特許第194,482号として認められた。テアトルオプティークは 同年のパリ万国博覧会にも出品された。ジュール・シェレが描いた光によるパントマイムのポスター。テアトル・オプティークの一般工業は光によるパントマイムの名称で1892年10月28日からパリのモンマルトル大通りにあるグレバンロー人形館の2階、小劇場、幻想の間で行われた。最初の上映プログラムは一杯のビール、銅消しと犬、 哀れなピエロの3本で上映中は、グレバン博物館のオーケストラ指揮者で作曲家のガストン・ポーランが作曲した伴奏音楽が演奏され、その楽譜が会場で売られた。哀れなピエロを上映した時には、ピエロがセレナーデを歌うシーンで、ポーランが舞台裏でスクリーンの動きに合わせて歌った。しかし、レーノーはグレバン博物館と結んだ工業の契約により、 自分を拘束することになった。その契約の条項によると、霊能は毎月500フランと工業収入の10%を受け取ることになっていたが、その代わりに平日に毎日5回、日曜と祭日には1日12回上演することが義務付けられ、勝手に他の場所で工業することも、装置を売ることも許されなかった。博物館は、 工業に必要な電気と伴奏学士を提供したが、それ以外の工業の必要品や装置の維持費、作品制作の費用は全て霊能が負担することと決められたため、霊能は給料を支払わなければならない技師を雇うこともできず、週42回に及ぶ上演で自ら装置を操作した。さらに毎年上映プログラムを変えることも求められたため、 残りの時間は新作の差し絵の帯を作るのに費やされ、脚本の考案から1コマ1コマに手書きする作業もすべて一人でこなした。1892年12月3日、霊能は特別に認められて、ルーアンで光によるパントマイムの事前工業を行った。翌1893年10月には、パリ地区以外でテアトルオプティークを販売し利用することが認められたが、 博物館で上映した作品を複製販売することは禁じられたため、霊能はこの権利を行使しなかった。同年に、博物館は約束通りプログラムの変更を求め、契約の解消で脅かしたため、霊能は彫刻家のウルバンバッセを映写技師に雇い、彼がその後の上映を引き受けた。その間に霊能は、新作、路編の夢、脱衣小屋の周りで、 の創作に専念したが、完成に約1年間も費やしてしまい、1894年の3月から12月までは、休園しなければならなくなった。1895年に入ってからも、霊能は、グレバン博物館での興業のために、数百コマに及ぶ差し絵を手書きして、新しいプログラムを作るという仕事に迫役していた。そんな中、霊能は、エティエヌ・ジュール・マレーが考案した。 連続写真撮影術、クロノフォトグラフィにヒントを得て、テアトルオプティークの上映用作品に写真を利用することを考え、1895年10月にフォトセノグラフという撮影機を組み立てた。しかし、レーノーはフォトセノグラフで撮影したフィルムをテアトルオプティークにそのまま使用したわけではなく、1秒間に撮影される16枚の写真につきに3枚の写真だけを選び、 その写真の上に線を描いたり、着色を施したりして塗り替えてから上映に使用した。映画視野のジョルジュ・サドゥールによると、例ノは写真フィルムを目的としてではなく、手段とみなし、彼にとって写真は、その上に芸術作品が築き上げられるただの土台でしかなかったという。1895年12月28日、パリのキャピュシーヌ・オ通ドールにあるグランカフェで、 ルミエール兄弟が開発した映画装置、シネマトグラフの商業上映が行われ、一般的にはこれが映画の誕生の日となった。シネマトグラフはパリをはじめ世界中で上映されて大きな評判を集めたが、その後もテアトルオプティークの工業は続き、1896年4月にはホトセのグラフで同化死の風機とショコラが演じる寸劇、ウィリアムテルを撮影し、 同年8月に光によるパントマイムの新作プログラムとして上映した。これに続いて、レーノーは有名な俳優フェリックス・ガリポーのパントマイムによる一人芝居、最初のハマキを撮影したが、そのフィルムはガリポーの顔のあらゆる表情に再色する必要があったため、完成するまでに長い時間を要し、翌1897年7月にようやく上映された。この頃には、 映画工業が盛んに行われ、人々の関心も動く絵を投影するテアトル・オプティークから現実光景を再現して映写する映画へと大きく移行し、テアトル・オプティークは帰り見られなくなっていった。1898年6月にはテアトル・オプティークがグレバン博物館の唯一のプログラムではなくなり、拷問者の映画装置、クロノフォートグラフ・ドゥメニーの上映が追加された。 霊能は映画に対抗するために特製の映写機を作り、プライス一座の三人の同化師による作品を撮影してその性能を試してみたが、満足できる映像を得ることができず失敗した。1900年のパリ万国博覧会の開催が近づくと、グレバン博物館はその呼び物を更新することになり、1900年3月1日に光によるパントマイムの工業は終了した。 それまでに光によるパントマイムは12,800回もの上映を行い、50万人の観客が見物に訪れた。収入の塔をたれた霊能は、その後いくつかの事業に失敗し、失意のどん底にいた1911年にテアトル・オプティークを破壊し、フィルムの大部分と共にセーヌ川に投げ捨てた。テアトル・オプティークはパーフォレーションがついた細長い帯を映射して、 動画を喪失するという点で19世紀末に誕生した映画に先駆ける技術となった。アニメーション誌研究者の津ンシ新ン野はテアトル・オプティークには上記の点で絵が連続的に動く要素と絵を映す要素が複合されていることからその差し絵の帯は映画フィルムに限りなく近いものであると指摘している。ジョルジュ・サドゥールはテアトル・オプティークが パーフォレーションのついた柔軟な帯を映写に利用した最初のものであり、その点で映画フィルムのフォーマットを考案したトーマス・エジソンに先行していたと指摘している。2015年には光によるパントマイムとその現存する上映作品が映画とそのスペクタクルの発明を予期し、可能にした技術成果の集大成を証明するものとしてユネスコの世界の記憶に登録された。また、 テアトルオプティークはアニメーションの直接的な元素とされている。テアトルオプティークにおける背景と人物の絵を合成するという技法は1910年代に確立したセルアニメーションの技術で応用され、その後のアニメーションの発展における最大要素の一つとなった。国際アニメーション映画協会はパントマーアームリュミヌーズの工業初日にあたる10月28日を 世界で初めてアニメーションを一般公開した日として、記念し、国際アニメーションデーと定めた。しかし、映画誕生以後、最初の本格的なアニメーション映画が、登場するまでには10年以上を要しており、その作品は、ジェームズ・スチュアート・ブラックトンの、愉快な百面相や、エミール・コールの、ファンタスマゴリーとなった。テアトル・オプティークは、伴奏音楽をつけたり、機械的な方法によって、 映像と音を同期させる試みを行ったという点でも先駆的な意義を果たした。ジョルジュ・サドゥールはテアトル・オプティークが映像と音とを並地させて同調させることのできた最初の試みであり、現在のトーキーの原理を漠然と予見するものだったと述べている。メディアを再生する哀れなピエロ脱衣小屋の周りでレーノーがテアトル・オプティークのために制作した作品は、 挿絵によるものが5本、ホトセのグラフによるものが3本、合計8本である。このうち挿絵の帯が現存するのは、哀れなピエロと脱衣小屋の周りでの2本だけである。ありがとうございます。